旧城は徳島県阿南市富岡町にある日本の城跡。別名は富岡城、宇岐城。海府郡麦町にある麦城とは異なる。追記年代は明らかにされていないが、取得年間に細川市に従っていた新海実恵が阿波国に入った際に築城した説が有力である。天正十年、城主であった新海左熱長、 長素壁元地下に暴殺され、高素壁地下死体が入った。天正13年、八ス海イ政が、阿波国を領有とし、市城軍阿波九条の一つとして過労であるが、当主彗星喜びに一万国を与え、城代とした。聖喜びは入城後、旧期の地を富岡と改名したため、牛木城も富岡城と呼ばれるようになった。その後、 官営15年に一国一条例により、廃城となった。城のあった小山の周囲に堀を巡らせていたと、伺えるが、宅地開発などにより、移行のほとんどは失われている。かろうじて残った元の城山の南半分の頂上に、八角形の展望室を設置するなどした、牛貴城址公園となっている。産業記念館の建設前に行われた、発掘調査で、主格部分に、 石垣が認められ、徳島城と同様の野面積みであったことが確認された。ありがとうございます。